こんにちは、寺田真由子です。こんにちは、浜松市長の鈴木康友です。いよいよ夏本番、本格的なレジャーシーズンを迎えますね。そこで今回は天浜線の愛称で親しまれている天竜浜名湖鉄道についてお話を伺います。この天竜浜名湖鉄道ですが、今年で開通70周年を迎えるということで、先日盛大にイベントが開催されましたね。はい、旧国鉄の二俣線がですね、全線開通してから今年の6月でですね、70周年を迎えたんですね。で、この70周年を記念いたしまして、この時期にですね、例年ですと秋にイベントが行われるんですけども、この時期に今年はイベントを行いまして、2日間で、約5000人の方にお越しをいただきました。多くの方がお越しになったんですね。はい、そうですね。で、今年の3月にですね、設立されました天浜線サポーターズクラブというところの主催でですね、古希のお祝いということで、はい、今年70歳を迎えられる方を70人ご招待しまして、記念セレモニーを行ったですね、記念列車にご招待したんですね。で、またこの年を記念しまして、かつてのいろんな鉄道の設備などをですね、陳列したですね、鉄道歴史館というものもこの二俣駅の構内にオープンをいたしました。鉄道ブームと言われていますし、このブームはずっと続いていますから、はい、こういったことをきっかけにさらに多くの皆さんに天竜浜名湖鉄道の魅力を知っていただきたいですね。そうですね。では天竜浜名湖鉄道について改めて教えていただけますか。はい、天浜線はですね、各川駅と天竜二俣駅、そして新所原駅までを結ぶ 67.7km からなっておりまして、国鉄の民営化に伴いまして1987年に第三セクターとして再出発したんですね。浜松市にはですね、38の駅のうち半分の19駅がございます。で、静岡県や沿線の市町、地域の民間企業が出資をいたしまして、浜松市も株主の一員になっているんですね。で、平成5年度にはおよそ230万人あった利用者がですね、年々減少しておりまして、理由としてはですね、車社会が進行しているということと、少子化によりまして、高校生の通学利用などがですね、減少しているということなどがあります。しかしながら、現在でも通勤や通学、通院など沿線住民の皆さんの日常生活を支えている大変重要なですね、公共交通であることに変わりはありません。だからこそ、沿線住民の足であるですね、天浜線の安全で安定した運行をですね、維持するために沿線の自治体と静岡県が協力して経営支援を行っております。この天浜線というのは浜松市民のものでもあり、また沿線の住民の皆さんにとっては大切な生活の支えになっている鉄道なんですね。そうですね、はい、いろんな多機能の面でですね、沿線を支えていると言えると思います。天竜浜名湖鉄道は市民の皆さんの生活基盤を支える重要な交通手段であるだけではなくて、浜名湖や山、川、そして田園風景など豊かな自然を車窓から眺められるとあって、近年では観光という側面からも注目されていますよね。はい、天浜線の特徴はですね、今おっしゃられたように浜名湖があったり天竜川があったり、あるいは山があったりと、はい、そうした豊かな自然があるところをですね、こう通っているものですから、季節ごとにですね、いろんな風景をですね、楽しめるんですね。はい、これは車では味わえないですね、大変な、良さがあるというふうに思います。また沿線にはですね、名所旧跡やですね、あるいはフルーツパークといった、観光資源もありますし、また秋の福美術館といったですね、文化施設もありまして、観光という面でもですね、大変重要な足となっているというふうに思います。また二俣駅の構内にはですね、これは国の登録有形文化財となっております転車台という列車をこうですね、方向転換させる、はい、そういう設備があったりですね、扇形の車庫という大変珍しい車庫があるものですから、これは週末にはですね、見学ができるものですから、これはもう鉄道ファンにはたまらないですね、魅力なんですね。近年 の鉄道ブームというものもありまして、大変重要なですね、観光資源であり、また、いろんなところからですね、注目を集めている鉄道でもあるんですね。そ
様々な楽しみ方ができる天浜線ですけれども、車窓からの風景というのは本当にほっとしますよね。そうですね、私も全線、乗ってみましたけれども、とてもいい風景が楽しめますね。この天竜浜名湖鉄道をより活性化させるために、どのような取り組みが行われているのでしょうか。はい、まずですね、地域住民の足となる公共交通の維持活性化は、これ日本全国でですね、共通した重要課題となっているんですね。このため平成19年には国の方で地域公共交通活性化再生法というものが施行されまして、国による支援制度ができました。これを受けまして、天浜線沿線の自治体とですね、静岡県などでは地域公共交通総合連携計画というものを策定するとともにですね、沿線住民、天竜浜名湖鉄道、行政が一体となって、さまざまな利用促進事業に取り組んでおります。この結果、取り組みの初年度となります平成20年度には利用者の減少傾向に歯止めをかけることもできました。そうですか。はい、で、会社の方としましても、昨年の6月に民間企業出身のですね、社長が初めて就任をいたしまして、利便性の向上と観光利用の増加など、経営改善に取り組んでいるところであります。はい、少し具体的に取り組み内容をご説明したいと思うんですけども、利便性の向上という点ではですね、いろいろダイヤに工夫をいたしておりまして、西賀島駅で遠州鉄道とですね、こう接続するんですけども、その接続本数を増やしまして、浜松市の中心部とのアクセスを良くするためのダイヤ改正を行うなど、地元の利用者のですね、拡大に努めております。はい、また観光利用の増加を目指した取り組みといたしましては、一つ目といたしまして、ツアー団体客の獲得ということで、これ一生懸命今営業活動をしておりましてね、大手、旅行代理店などへツアー企画の売り込みを行った結果、昨年度はですね、名古屋や大阪などからおよそ1300人のですね、団体客のご利用があったということであります。はい、あるいは天浜線有名なんですけど、貸し切り列車というのがありまして、はい、例えばカラオケ列車、婚活列車といったですね、企画ものでやってるんですけども、こうした、イベントに利用される貸し切り列車が大変盛況であります。はい、またですね、共通フリー切符というものも今発売をしておりまして、これ周辺の鉄道事業者と連携をしてですね、昨年から遠州鉄道との共通フリー切符を販売をしておりますが、今年の6月からは JR 東海も加えたですね、3社の共通切符、名前が遠州ぐるっと切符というんですけども、それを発売しております。三鉄道が協力するフリー切符の発売というのはですね、初めてのことなんですね。で、天浜線と遠州鉄道が乗り降り自由でありまして、天浜線沿線にある観光施設など20カ所のですね、割引の特典もついているんですね。楽しみが広がりますね。はい、それからまた地域による新しい動きも始まってまして、沿線住民などの有志による市民組織であります天浜線サポーターズクラブが発足をいたしまして、今メンバー自らの手でですね、駅舎の改装を行ったりですね、貸し切り列車を利用したイベントを企画したりして、天浜線をですね、活性化をしようということでご支援をいただいております。クラブの会員相互のですね、連携交流の動きも広がっておりまして、駅舎を利用した文化活動やコミュニティ活動など、地域の魅力発信にもつながっております。こうしたさまざまな活動によりましてね、今活性化が図られているところなんですね。本当に多岐にわたる活動、取り組み改善が行われているわけなんですけれども、やはりその活性化のためには、何といっても市民の皆さんの利用、そして応援支援というのも欠かせないですね。そうですね。さて、今日もお時間が近づいてまいりました。最後に鈴木市長から市民の皆さんへメッセージをお願いいたします。はい、天浜線はこれまで地域の皆さんの生活基盤を支える大変重要な公共交通としての役割を果たしてまいりました。こうした役割は今後も変わらないと思います。しかしながら一方で、車社会の進行などによりまして、年々利用者がですね、
減少しているということも事実でありまして、やはり利便性の向上を含めたですね、さまざまな努力をしていかなければなりません。また天浜線というのはですね、地域活性化の重要な資源でもあります。しかしこの資源もですね、やはり市民の皆さん、そして鉄道事業者、そして行政、あるいは企業、さまざまなですね、主体が一緒になって盛り上げていかないとですね、なかなか資源としてのですね、活性化ができません。そういう意味でみんなでですね、この素晴らしい地域支援としてのですね、天浜線を活用して、地域の活性化にもですね、つなげてまいりたいというふうに思います。いよいよですね、夏本番となってまいりました。ぜひ今年の夏は、市民の皆様にもですね、天浜線を大いに利用していただきまして、その良さも知っていただくと同時にですね、レジャーを楽しんでいただければというふうに思います。どうぞよろしくお願いを申し上げます。鈴木市長、お話ありがとうございました。どうもありがとうございました。